はい、一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。アニメ大台ですかね、おなじみの。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。お股から血が出たから。始まった。おい、始まった。何これ、何言ってるんですか。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。4次元ポケットに初めて異物を入れられた。始められた。めちゃめちゃかぶっちゃった。めちゃめちゃかぶりましたよ。すいません、スネオがポッキーに入ってこようとするって。めちゃめちゃかぶりました。スネオすごいな。恥ずかしいですね。違うよ、やっぱドラミちゃん優しい子だから。じゃあ行きましょう。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。お兄ちゃんがジオン軍にぶっ潰されたの。ドラえもんがガンダムのラスボス、ジオン軍に。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。こうアニメーション的には全然泣いてなくて、なんか声だけでも泣いてて、なんでかなと思ったら、中野千秋がココリコ遠藤に DV を受けている。収録現場でね。収録現場でね。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。どこでもドアから出てきたのび太のパパにお尻を噛まれた。大が深いな。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。4次元ポケットの中にスズメバチの巣ができてしまったから。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。まあ、思春期だと思うんですけど、顔にちょっとだけ濃い黄色の部分がある。死にみたいな。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。ドラえもんとドラミちゃんが何でか知らんけど融合してしまって、で実は主の人格はドラえもんの方にあるのねって気づいた。主の人格ひどいな。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。うーんって泣いてて、のび太くんがどうしたんだいドラミちゃん、未来の世界が恋しいのかいって聞いたら、未来なんてないのよ。怖い。子供に読ませたくない。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。リストカットをしようとしても刃が入らないから。いやですね、よかったじゃねえからのね、現実を知るというか、私は傷つくこともできない。人じゃないんだ。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。そんなはずはないと思いながらも、みんなの4次元ポケットより自分の4次元ポケットの方がちょっと狭いっぽい。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。こう秘密道具を出すとき、自分の4次元ポケットこうやったら、なんか全部ピンク色の秘密道具しか出てこなくて、でドラえもんの方はいろんな色とかあるのに、やっぱ女だからこうピンクっていうのを感じて、この国の男尊女卑を改めて感じてしまった。ね、この固定概念に対してね。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。できすぎくん、下の方もできすぎくん、嬉しい。嬉しい。なんで泣いちゃったの。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。ビッグライトでタピオカを大きくしたら食べきれなかった。でかくすんもんじゃねえなっていうね。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。え、自分ドラミーよっつって、俺ソラシドっていうコンビやねんって、あのソラシドの水内さんに、もうこれ友達やんなって。今回つながりの本坊さんなのね。本坊さんなの。本坊さんなの。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。ドラミとかじゃなくて、美しい木と書いてミキという名前が良かった。幼少期から大人になった時に恥ずかしなる。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。タケコプターから汁が出てきた。汁いやな。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。なんか4次元って聞いてたのに、なんかピーナッツが溢れてきた。ピーナッツ。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。ドラムちゃんが転がってきた。そう読むんだ。そう読むんだ。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。サイバーウイルスに侵され街を破壊するドラえもんがドラミちゃんに殺してくれと懇願してきたから。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。のび太さん、メガネを外して私を見てくるときだけ目がおちんちんっぽいわ。三の飛び出てる。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。あーん、胸骨が折れてるのに骨
京子もあんの慈悲歌んだわーって違う慈悲だわーって。何一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。あの米兵と付き合ってたんですけど別れることになって、お前なんかさ機械が抱かれてるんだからお前セックスマシーンだよって言われた時何も言い返せなかったセックスマシーン一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。あのドラミちゃん黄色いじゃないですか。で実写化した時にどういう色になるんだろうって思って見てたら、なんか濃いおしっこの黄色だった。ケニオのあの疲れてる時の。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。首につけてる鈴を新しいのに変えたら慣れなくて顎が擦れちゃってすごい傷がついちゃって嬉しい。また嬉しいんかい。嬉しいな今回。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。私の絵を描きたいのに私の色が簡単にはないわ。ぴったりかな。ただの黄色でもない。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。最近のキングオブファイターズは何か違うのよ。限定時間で欲しい。SNK ファンだったんです。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。のび太くんがメガネ外したらなんか3じゃなくて15本だ。いや15本だって。5かけ掛け5の。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。近所の小学生がおいドラミちゃんの真似しようぜ、じゃあ俺からね、俺ドラミちゃんの真似するっつってガシャン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 ってそんな風に聞こえてたんや私は。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。彼氏との初夜の時に全然彼氏の方に悪気はないんですけど、ずっとあのポケットをいじってくる。そこにあると正解が。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。あなたと手をつなぎたいのにごめんね、こんな手で。切ねえよ。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。まあ、もう答え出てるんですけど、未来から来ましたドラミちゃんでーす。その後一人にされたから優しくなかったもん。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。ドラえもん人気投票でスネキチ兄さんに負けたからだいぶ順位低い。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。あの本当は2ミリぐらい浮いてるって言うじゃないですか、歩いてる時その隙間に相模オリジナルを挟まれてしまう。相模薄いからね。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。毎朝毎朝通りすがりの声優オタに、あ、千秋やん、千秋って言われてる。あ、すごい。千秋声優オタ一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。あのジャイコにちょっと私の絵描いてよっつって頼んだら、そのピカソみたいに芸術的なので描かれて全然理解ができなかった。もっと可愛らしいのでいいのね。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。秘密道具をもうちょっといっぱい持ち歩こうと思ったら、本体とは別でハードディスクを持ち歩くことになった。横付けのね。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。1000万かけてインプラントにしたのに気持ち悪かった。気持ち悪い。気持ち悪い。いらねえな。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。なんか暑い夜にすごいってなっちゃって、あのもしもボックス出して、もしも地球上の全人類がいなくなって私一人になったら、でこのもしもはもうその後に取り消せない、もう今後また元に戻したいとか言ってももう戻せないものとするって言っちゃって、一週間したら泣けてきちゃった。うわその時の熱がね。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。あの道具を出そうとした時にこうポケットを探ったら、やだ、いつの間にか私のポケットにハルクホーガンがついちゃって、キャーってなってしまって居心地悪い。いつの間にかハルクホーガン。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。興味本位でやったディストカット部分に大事なチップがあって、ちょっと
と歩くたびに再起動してしまう。古い危険なみたいな。一人で泣いてるドラミちゃん、その理由とは。なんであんたは毎朝毎朝私の家に来るのよ、ほっぺの難病くん。来たらあかんかった来たらあかんかった こっからこっから喋ってる。気持ち悪い。